皆さんこんにちは、マザリグルビジです。今回はコンバチヒーローシリーズガイアセーバーの続きをプレイしていきたいと思います。死んでいるようですということなので、探索をしていくところから始めていきます。709のコロニーに来たんですけども、クロスボーンヴァンガードが侵略をしてますね。バクとの戦いをしつつ、制圧された民家を奪還していきましょう。こいつらにみんな殺されたんだ。なんて残酷な兵器なんだ。いや、もうこいつらは全部破壊して、このコロニーを解放します。強くは決してないので、経験値がね、増えてレベルが上がるっていうようなところは、あまり期待できないかなと思うので、まあ、ここはもう数を倒していくというふうに宣言していきたいと思います。コロニーにショッカーの本部という怪しい拠点を見つけました。ここに入っていきたいと思います。ん、これは完全にダンジョンですね。ではここを探索していきます。マシン大剣聖がいました。とうとうこの隠れ岩まで見つかったか。さすがは同盟だ。しかしもうおしまいだ。所詮我々のシステムの一つに過ぎなかったのだ。世界支配という餌に引っかかったバカな魚と同じなのさ。死んだ。何もなく死んだ。ん?エージェントが現れた。貴様がショッカーの狩猟か。狩猟?そう言っても良いのだろう。私がショッカーを操っていたのだから。しかしそのショッカーも用済みだ。ネオジオンなどというシステム外の存在にも対応できぬようでもな。狩猟のくせにショッカーを見せるのか。これ、このままボス戦になりそうですね。クロスボーンヴァンガードに命じて殺させたのだよ。生き物とは脆いのだ。貴様たちも同じように処分してやろう。ボス戦だ。ここはもう全力で行きましょうか。ん?アマゾンが新しい技、コンドルアタック覚えてる。これ早速使ってみましょう。あとは、RX のバイオホーンかな。これいきます。長期戦になればなるほど不利になってるんだ。序盤でできるだけダメージを取っていきます。RX をダメージソースとして考えていかなきゃいけないかな。倒しましたね。まあ強かったんですが、RX とハンターの必殺技でラッシュをかけた形です。エージェントを倒しました。特に何もなさそうだな。では、もう少し探索していきます。これね、かなり序盤の部屋です。ん?シーブックが捕まっていた。助かったよ。罠にはめられて閉じ込められていたんだ。それじゃあ僕らはホワイトベースに戻っているよ。ホワイトベースが来ていることを知っているんだな。サイド6とサイド5から連絡が途絶えた。ついでに調査を頼む。誰の声なんだこれは。ではサイド6とサイド5に戻りましょう。ではサイド5にやってきました。まずコントロールセンターに入りましょう。随分寒いな。もしかしたら、いや、ここも敵が侵入してるんだな。アマゾン更新を使っておきまーす。エンカウントが多すぎてちょっと対応しきれないというのがあるんで。
おかしな世の中になってきました。なるほど。ここに閉じ込められてるんだな、コロニーの管理員たちが。ちなみにですね、アマゾンコーション、すぐに切れるので、ちょっと済んだらすぐアマゾンコーションを使った方がいいですね。イベントだ。鉄仮面様はなんでこんな恐ろしいことをするんだろう。知ったことか。しかし、宇宙人と手を組んだというのは本当なのか。本当だぜ。あ、同盟か。俺実は子供の頃からヒーローのファンなんだ。信じるよ。じゃあ、騙されていたのか。そうか、クロスボーン兵も騙されてたんだな。ん？ガンダムキラーだ。ちょっと回復してなかったな。アムロさん、ホワイトベースに戻れば元に戻してあげますから。いやー、厳しい。マジか、回復してなかったな。これはきついぞ。まあ、全力で、ぶち当てるしかないですね。部活だったな。まあ、とにかくパワーカプセルの数はあるので、ハンターと RX を回復して、必殺技でまたネジ伏せに行きましょう。101。すげえ。これは強いな。では、もうこのアマゾンと、スーパーワンは回復に専念して必殺技のラッシュでガンダムキラーを仕留めましょう。このタイミングでね、ボス戦になるというのはちょっと想像してなかったので、部屋に入ったりするときはですね、まあ、極力回復してから入るようにしてはいたんですけど、今回は、単純にコロニーから出るタイミングだったので、回復しなきゃっていう意識が本当に全くなかったですね。そんな中でのこの不意打ちの戦いなので、ダメージソースの2人の必殺技ポイントが全然空に近い状態で戦う羽目になってしまったのが本当に痛いな。では戦っていきます。はい、倒しました。やっぱり二人の必殺技のコンボは強力ですね。ガンダムキラーをゲギアです。なら、アムロ、目覚める時を、みんながあなたを待っている。あなたの運命はもう選び出されたわ。みんなが暗い運命からあなたを救ってくれたんだよ。アムロ、目覚める時が来たわ。どういうことなんだろう。ここは、僕は一体どうしたんだ。そうだ、コロニーはどうなったんだ。アムロパートになるのかな。いや、そんなこともないですね。では、サイド5を出たところなので、今度はサイド6に向かっていきたいと思います。では、サイド6に来ました。ここもコントロールに入りましょう。ただですね、ここはアムロだけになってるんですね。アムロかー。ちょっと不安があるな。戦闘になるようだと。ただ、敵とのエンカウントはなさそうですね。ん？誰だ？ちょっと、装備とか、ちゃんとしとこう。マンホールの蓋では、いかにも不安だけど、装備できないのか、この状態だと。ウルトラリングが一応装備できる。誰なんだ？基地司令凍っている。敵ではなかったようですね。なんか大の大冒険のキルバーンかなっていう見た目でしたね。あ、ここも人が凍ってるよ。全部の部屋を調べましたけど、特にこのサイド6ではイベントがなさそうですね。一旦サイド6を、出たいと思います。宇宙のマップを、うろうろと探索してたんですが、なんだろう、月かな？ここで戦闘の光が見えますね。どうやら連邦軍の総攻撃らしい。
しかしこんな少ない戦力では負けるのを待っているようなものだ。うわっ、なんだ、ダメだ、コントロールを失った。月に不時着するぞ。全員何かに捕まれ。なんかアムロがキャプテンみたいな、そんな雰囲気を出してますね。ホワイトベースは飛べない。これで後戻りはできなくなったな。ということで月面に着陸しました。これももらった金のうちだ。ついていっても構わないぜ。いや、ハンターはついてきてもらおう。何、そういうことか。誰を連れていくかここで決める感じだな。むちゃくちゃ重要だな。ハンターは確かに必要。それはもう間違いないですね。あー、大きい数や。いやー、どうかな。シーブック。シーブック。諸星団。いやー、誰にするか本当に悩ましい。南光太郎。大鳥ゲーム。あとは、アマゾン。アマゾン光線は欲しいよな。早田は絶対いる。スペシウム光線がかなり強力なので。となると、アマゾン連れていこう。これで4人パーティーになったかな。ちょっと確認します。そうですね。ウルトラマンとアマゾンの、レベルがちょっと低いですけど、ウルトラマンのスペシウム光線かなり強力ですからね。これでいきたいと思います。月面のクレーターを徘徊していたらダンジョンに入りました。このダンジョンをまず回っていきたいと思います。うん、そうだね。敵と遭遇するね。敵はあんまり強そうではないが、普通に戦えばなんとかなりそうですね。では、進んでいきまーす。いや、アマゾン入れるのが正解だったのかな。ただ、アマゾンのアマゾンポーションはかなり強力なんで、入れておきたいところなんですよね。なんか怪しげな男が今、話しかけてみます。鉄仮面、クックックック。ここまで来たのは間違いだったな。おとなしくショッカーやネオジオンでも相手にしていればよかったのだ。所詮貴様らもプログラムの一つに過ぎないのだから、これカロッツだな。ラフレシアと戦うことになりそうな、そんな感じがします。プログラムに背く愚かな者どもよ、私が貴様らを葬ってくれる。回復はしてあります。ラフレシア戦だ。頑張っていきましょう。回復はしてあるので、まあ、全力攻撃いきます。で、特に序盤はダメージ取れるだけ取りたいので、全員攻撃に振っていきましょう。スペシウム光線をお見舞いしてやろう。こうやって見ると、ハンターの半分しか、ウルトラマンは、ヒットペイント持ってないですね。ちょっとこの辺りは心配ですね。ダメージ取れるのはやっぱりハンターとウルトラマンのスペシウム光線ぐらいかな。なのでアムロとかは、あと特にアマゾンなんかはもうこの時点から回復役に入ってもらいましょう。パワーカプセルでウルトラマンとハンターの回復に入ります。では進めていきましょう。さあ必殺技を当てていってるんですけども、ウルトラマンがここに来てタイムカプセルが上がり始めてますね。もうそんなに猶予はなさそうなんで、早く決めたいところなんですが、ラフレッシュのパワーが結構大きいですね。はい、倒しました。ちょうどウルトラマンがレベルアップしてくれた。アマゾンもレベルアップしましたね。この二人はレベルがちょっと低いので助かります。死として無言。無言で死んでいった。では、さらに探索続けまーす。ん、またエージェントか。さっき倒したはずなのにな。ようこそシステムの中枢へ。君たちがここまで来られるとははっきり言って驚いている。貴様、死んだはずではなかったのか。そうなんですよ。さっき倒したと思ったんですけどね。私には命などない。私はプログラムを実行する道具に過ぎない。プログラムだと、それは一体何のことだ。プログラムとは宇宙がバランスを保つために必要なシステム。
バランスを崩すものを取り除く安全装置だ。もうじきプログラムは終了する。システムが動き始めるんだ。そして地球は、てんてんてん。僕らがいる限り、そんな真似を許すものか。地球は絶対に守ってみせる。これまたエージェントと戦闘になりますね。ボス戦になると思います。まあ、回復はしてこの部屋に入ったので、さっきのエージェントと戦いと同じように全力でぶつかっていきたいと思います。では、戦闘開始でーす。まずはスペシウム光線。このスペシウム光線かなり強力なんで、まあ、ウルトラマンとハンターの攻撃でダメージを取りつつ、まあ、アムロも地味に攻撃をかけて、アマゾンで回復というのが、まあ、スタンダードで一番いいかなと思います。アマゾンはもう全く攻撃役としては使えないかなと思う。本当に回復役に専念してもらう。というところですね。アマゾン交渉もダメだけに連れてきちゃったので、これが正解だったのかどうか、ちょっとクエスチョンですけどね。また、エージェントとの長期戦に入っているので、ウルトラマンが、タイムカプセルが、ちょっと悲鳴を上げている状態で、さらにアマゾンもパワーがダウンしているな。早めにちょっと決着つけたいですね。アムロも一旦このターンは回復役に入ってもらう。で、ウルトラマンとハンターの必殺技でダメージを取って削っていきます。倒しましたね。アムロもレベルアップ。クッ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 ク。貴様らたちもプログラムの一部だとは言ったな。システムの発動に必要だったのは強力な破壊エネルギー。貴様たちは気づいているのか？正義と言いながらもその本質は破壊であること。その正義は悪を破壊することでのみ成り立っている。今貴様たちが発した破壊エネルギーこそシステムに必要なものなんだ。エネルギーはストーンサークルを通じてこの月に眠るシステムを呼び覚ます。いよ、クロスボーンヴァンガードが仕掛けたコロニーがシステム発動の引き金を引くのだ。時は来た。地球が滅びる時が。またハンターが効いていきましたね。なんか変なところにテレポートしてきました。ここはどこだ。そうだね、てんてんてん、あ、空間なのか。ちょっと回復だけします。パワーカプセル。ちょっとパワーカプセル100個ぐらい持ってきたんですけど、それでも心配だな。敵との遭遇があるのかどうか。なさそうですね。では探索していきます。これがシステムの正体なのか。でかすぎる。あ、ボス戦か。いきなりおどろおどろしいやつになったな。集めていきます。ちょっと回復もちょっとしとけばよかったかな。まあ、アマゾンで、パワーカプセルで回復、ハンターとウルトラマンをするっていうのは変わらずですね。ウルトラマンのスペシウム光線がどこまで持つかも含めてですね。では戦闘していきます。121、結構食らうな。早くもタイムカプセルが鳴り始めているので、畳みかけていかないと、ちょっと危なそうですね。
まあ、もう戦い方はワンパターンにはなってきてるんですけど、まあ、しっかりウルトラマン、まあ、スペシウム光線もそうですし、ハンターの必殺技もそうだし、アムルはちょいちょいダメージ取りつつ回復。で、アマゾンに関しても完全に回復やという形でここまで進めてきてるので、まあ、これは崩さずにですね、まあ、いかにウルトラマンが力尽きる前に決着をつけるかですね。いやー、ちょっと心配なのが残りのパワーカプセル系の残り数ですね。なんかちょっと色が変わったな。お、倒しましたね。いや、ウルトラマンのスペシウム光線安心感あるわ。みんな、まあ、アムロ以外3人はレベルもアップしてくれましたね。続けてなんか戦闘だな。これも、まあ、回復してくれてたので1ターン目は全力攻撃でいけるかな。で、アマゾンだけはパワーカプセルでアムロの必殺技のポイントを回復しましょう。そもそもこいつは何なんだ？システム。システムと出てるこいつは。ではこのシステムを倒していきまーす。いや、いよいよウルトラマンのタイムカプセルの鼓動が早くなってきてるんですけど、ちょっとこいつの倒し方がわからないというか、かなりパワーが残ってるみたいですね。このままだとウルトラマンが力尽きてしまう。その前に何とかして倒したい。倒せない。決めてくれ。ここで決めないとウルトラマンが力尽きるぞ。なんとかウルトラマンがまだ動けるうちに決着をつけたい。強い。いや、本当にまずくなってきたな。なんとか決着をつけたい。ウルトラマンが普通に死んだ。普通に死んでしまった。いや、これ本当に強いですね。やっと倒した。いや、強かったなぁ。またエージェントがシステムを破壊するとは。まだエネルギーが足りなかったとでも言うのか。50億年もの時を費やしたエネルギー。まあいい。しかし、貴様たちはシステムを破壊すべきではなかった。あのシステムよりも恐るべきものがいずれ宇宙の中心からやってくる。その時、貴様たちは月に眠っていたシステムに滅ぼされればよかったと思うことだろう。もう私のボディが維持できない。維持不能。それが私にとっての死。これで本当に死んだのかな。あ、ウルトラマンキア。いや、ゾフィー。邪魔なエージェントはいなくなったわけだな。つまりこの俺がトップに立ったということだ。お前たちを倒したのにじっくりと地球をぶっ壊してやるだ。ここでまた戦闘か。いや、厳しいな。ウルトラマンがどうなってるんだろう。あ、蘇ってる。ウルトラマンに関し、ウルトラキラーに関しては、ペンダントを使うという情報を見つけているので、ペンダントを使いましょう。
ここは私は確かジャブローにいたはずでは。ゾフィーだ。ゾフィーに戻ってる。そうか、思い出した。私は敵に。ゾフィー、悩むのは後だ。僕たちは早くここを脱出しなくては。カッとなってますね。そうだな、そうしよう。私が道案内しよう。いや、これはありがたいですね。では脱出しまーす。ヤプルジ、貴様ら何者だ。いや、こっちのセリフだよ。回復してないよ。回復しときたかった。回復しときたかった。いや、もうここは、パワーカプセル S を使って一気に回復だ。ウリハルコンパワーを使って、ウルトラマンに対してももうパワーカプセル S、残り少ないけど使って、決着をつけに行こう。ウルトラマン、さっきね、絶大なヒットポイントを、経験値を取り損なったので、回復しきれてなかったですね。ハンターはもそもそもレベル高い状態なので、行きましょうかな。では、こっから立て直していきまーす。どうやらこれが最終戦になるようなので、もうアイテムの出し惜しみはしなくて良さそうです。なので、まあ、これまでちょっと警戒しながら使っていた、アイテム類ですね。これを思い切って、バシバシ投入していきたいと思います。お、倒した。そんなに強くなかったな。これ本当に最終戦なのかな。ここから脱出できるはずだ。ここは地球か。どうやらアメリカのようだが。これフロリダ半島かな。バミューダの近くだよ。バミューダ、あのバミューダトライアングル。船や飛行機がたくさん行方不明になっている。そう、ヤプルジナ空間はここに繋がっていたんだ。敵が我々に気づかれず地球に壊れたもの、こいつのせいさ。来れたのもこいつのせいさ。私は敵にコントロールされていろいろと分かったことがあった。それはどんなことです？ジオもクロスボンバンガードもショッカーや宇宙人。地球を滅ぼすプログラムの一つだったんだ。地球の悪を使って地球の全てを破壊しようとしたのだ。人間はあまりにも早く進化しすぎた。コントロールのできない危険な進化だ。絶えない戦い、地球の汚染。それは地球内のみならず宇宙にまで持ち出された。その危険な進化が宇宙のバランスを保つシステム、つまり神のプログラムに引っかかった。しかし、シャーとヒーローというイレギュラーがこれを狂わせた。だから我々はこうして生きている。しかし、このまま人類が危険な進化を続けるならまたシステムは発動するだろう。次は月という小さな星ではなく太陽に眠るシステムだ。続きがありそうな。この対戦によって地球はかつてないほど傷ついた。ヒーローの活躍がなければ地球は遠いに滅びていたかもしれない。いくつかの生き物が死滅し、いくつかの大地は生き物の住めないところになった。しかし、まだ地球が生きている。すべてのチャンスがなくなったわけではないんだ。しかし、人類の被害は少なくなかった。しかし、生き延びた人々は、互いに協力し合って、新しいスタートを切った。これ、エンディングっぽいですね。いずれ人類はこの戦いの前で優れた存在に進化するだろう。はい。エンディングですね。では、エンディングを流して、このガイアセーバー、終わりにしていきたいと思います。